シラギは古代の朝鮮半島南東部にあった国家。当初は各足と称していたが、503年にシラギを正式な国語をとした。朝鮮半島北部の高栗、半島南西部のくだらとの平立時代を経て、7世紀中頃までに朝鮮半島中部以南をほぼ統一し、高来、李氏朝鮮と続く、その後の半島国家の姿となった。 内乱や飢饉で国力を弱体化させ、当来に降伏して滅亡した。朝鮮の歴史区分では、白木、高栗、クリ、ダラの三カ国が定立した七世紀中盤までの時代を三国時代、白木が朝鮮半島唯一の国家であった時代を統一白木時代、白木から後、高栗と後、九ダラが分裂した十世紀の時代を後三国時代という。 ただし1970年代以降の韓国では、牧海を朝鮮民族の歴史に組み込む意図から、統一白木時代を南北国時代と称しているので注意が必要である。三国式の白木本義は、新刊の各足国の時代から含めて一貫した、白木の歴史としているが、史実性があるのは4世紀の第17代、ナコツオー以であり、それ以前の個々の記事は、 伝説的なものであって、史実性は低いとされる。6世紀中頃に、半島中南部のカラ諸国を滅ぼして配下に組み入れた。唐が660年に、くだらを、668年に、高栗を滅ぼした時には、白木は、東軍指揮下で参軍した。その後、唐が都番と戦争を始めると、反乱を起こして、旧くだら領全土と、 旧高栗の南半分を統治する党の役所を襲撃して、官員を殺戮し、朝鮮半島の中南部を統一した。首都はほぼ近所にあった。旧世紀末には、白木の国力は衰え、くだら、高栗の再興を図る勢力が出て後、くだら、五高栗との定立による後三国時代となり、最終的には後、高栗から起こった後来に基準して白木は滅亡した。 なお、白木はその時代により、支配地域が異なり、和国や高栗に服属し首都に駐留軍を置かれる、ことや、中国の作法に組み込まれることもあった。白木の歴史は、三国式白木本義慶潤王期に記されるように、始祖から第28代、新徳上大松年までを、上代、第29代武列王即位から第36代、恵ぐみ安氏大松年までを、中代、 第37代、戦徳王から滅亡までを、下代と分類する。当初の、各亜種という文字の発音は現代日本語では、白、現代朝鮮語では、サロだが、漢字の上コーンでは、白である。日本語では、習慣的に、白木を、白木と読むが、奈良時代までは、白木と正音だった。万葉集、出雲風土記に見られる、表記の訓はいずれも正音である。 これは元来、新羅城の意味であり、白木の主流を指す用語が国を指すものに変化したのではないかという説がある。白木の前身は、朝鮮半島南東部にあった、新刊12国のうちの一つ、各阿国である。文献資料からは、正確な建国の時期については、明確にわからない。三国式、白木本義冒頭の記述に従うと、白木の建国は、 全漢校、先定の五方元年、孔子の年であり、西暦に直すと、紀元前五十七年となる。これは、いわゆる古代朝鮮の三国の中で最も早い建国であるが、末松安和らの研究によって後世に造作された、ものであることが、明らかにされている。初期の時代における、三国式、白木本儀の記載は、伝説的色彩が強いが、 韓国の学会においては20世紀半ば頃にはこれを史実とする見解が出され、有効な学説の一つとなっている。20世紀後半以降、この白木の伝承は、記念の修正はされているものの事実が反映されたものであるとし、建国年の3世紀前半がまで引き下げる説などが提出されている。しかし、これらは、 具体的な論拠を書き説得力に乏しいと評される。中国資料では、高栗・クリ、ク白ラ、ラの順に登場する。三国式において、高栗の建国よりも、白木の建国が早く設定されたのは、著者の金不職が、慶州出身で、白木王家の一族だったためであると考えられる。金不職は、白木王家の一族だったが、高麗王家に仕えて、 平壌が後来から独立した反乱を鎮圧して、武勲を挙げた人物であった。三国式が、白木の建国年を紀元前57年としたのは、次の論理によると見られる。まず、漢女党の記録によれば、紀元前108年に漢の武帝が朝鮮半島に男四軍を設置し、小帝が紀元前82年に朝鮮半島南部の新番軍を廃止した。 その後最初に訪れる孔子の年が紀元前57年となる。それ以前に設定した場合、朝鮮半島の大部分に全艦の軍が設置されていたという記録と衝突してしまうため、これより遡って建国年を設定できなかった。つまり、金腐食は可能な限り古い時代に白木の建国年を置こうとしたが、紀元前57年がテクニカルな限界であった。 三国式が伝える建国神話によれば、慶州盆地に朝鮮からの移民が住む六つの村があり、その六村が卵から生まれた各巨星王に衰退したのが、白木の始まりであるという。白木の建国神話は、他の朝鮮諸国と比較して得意であり、三世の王の交代という形をとる。すなわち初代各巨星に始まる牧師。 第四代奪回に始まる昔史、第十三代未数に始まる禁止である。その内容の伝説的色彩が強いことや、実際に、白木で生が使われ始めるのが6世紀に入ってからで、ある点などから、これらの神話は、基本的に史実としては扱われない。しかし三世がそれぞれに異なる由来を語り、六つの、村が関わる、独特の建国神話は、 白木王権の成立過程の複雑な様相を反映したものであるかもしれない。牧師の思想説は牧師の初代とされているのは各巨星である。新刊の六村の長の一人がスタイの林で馬のいな,なくのが聞こえたので近寄ったところ馬が消えて大きな卵があった。卵を荒れると中から幼児が出てきて育て上げたが10歳を超えた頃。 彼の出生が神秘的であったことから六村の人たちは彼を大いにつけた。卵がひさごほどの大きさであったため、新刊の語でひさごを表す、僕を生として名乗った。各巨星は、紀元前57年に13歳で大いにつき、国語をジョナバツとした。また、あえいに竜が現れ、その左脇から生まれた幼女が長次、養子短令にして、 人徳を備えていたので、核巨星は彼女を王妃に迎えた。人々は、核巨星とアエ夫人と鬼二世と称した。なお、三国維持には、核巨星とアエ夫人は共に、中国から新刊に捕らえした、中国の王室の娘、車祖夫人の子であるとする伝承が伝えられており、三国式、慶順王城末尾では、変車金腐食が、 中国の接待官から類似の話を聞いた記録が残されている。また、各巨星の進化には、和国から来たとされる和人の古行がおり、進化が属国であると主張する、馬漢王に退治させたという説話がある。昔史の始祖説は昔史初代は、脱回である。三国式によれば、 和国東北千里のところにあるタバーナ国の王妃が、妊娠の後の7年経って大きな卵を産んだが、タバーナ王は不吉であるとして、卵を捨てるように命じた。王妃は、捨てるに忍びず、絹の布で卵を包み、宝物と共に箱に入れて、海に流した。その後金韓国に流れ着いたが、金韓国の人々は警戒して、これを取り上げなかった。 ついで新館のアチンホに流れ着き、そこに住んでいた老婆が箱を拾って開けると、中から一人の男の子が出てきたので、育てることにした。男の子は成長するに従い身長9尺にもなり、神のごとき風格を備えた。生死がわからなかったので、ある人が、箱が流れ着いた時に、カササギがそばにいたので、カササギの字を略して、昔を生とし、 箱を開いて生まれ出てきたことから、脱会と名付けるのが良いとした。学問を身につけた脱会は、古行の邸宅を見て、吉兆の地であると判断し、相手を騙して、土地を取り上げた。これが、後の白木の拠点である月城になった。白木の第二代王南海は脱会が賢者であるのを、見て、娘を与え、第三代の樹王は死に際して、脱会に工事を託した。 こうして脱会が王となった。金氏の子祖説は金子死祖とされている金サト氏は、第十三代目、数の七聖祖であるとされる。脱会の知性に、首都金城の西方の市林の地で鳥の鳴き声を聞こえたので、夜明けになって、古行に調べさせたところ、金色の小箱が木の枝に引っかかっていた。その木の下で白い鶏が鳴いていた。報告を受けた脱会が、 役人に小箱を回収させ開かせると、中から小さな男の子が現れた。容姿が優れていたので、脱会は、喜んでこれを育てた。長じて聡明であったので、朝さとしと名付け、金の小箱に入っていたので、金を生とした。また、このことに合わせてしはやしの地を鳥林と解明した。後に、金氏が、白毛王となると、その子祖である、朝としにちなんで、国王も、 鳥林とした。以下本節の月日はすべて旧歴。年は当該旧歴年を西暦に単純置換したものである。白木が実際に外国資料に現れるのは、三国式で物語るよりも後の時代であり、文献資料で確認できる白木の書出記事は、史実元巻104、ふとし元二年上にある、高栗とともに全身に調校したという記事である。 このことから、四世紀頃が国家形成における活気であったと見られ、文献史学的にはおおむね建国の時期として扱われる。考古学的には、石石木閣墳という新たな母性の登場をもって、白木の成立とみる。石石木木墳は、木閣の上に20から30センチの石を積み、その上をさらに土を盛った構造の墳墓であり円墳、または、 複数の円墳が複合した、総円墳、集合墳の形態を取る。また、白木が成立した四世紀頃は、原三国時代において、文化的異が曖昧であった弁官と新官の考古学的遺物が明確に分化する時期でもあり、それまで、小国の連合体がひしめき合っていた朝鮮、半島島南部は、この頃からお、およそ、落東港を境にして、 東側は白木、西側は茅屋として異なる、政治的、文化的な領域を明確に形成し始める。476年頃の朝鮮半島を、三国式、白木本儀の記述によれば、白木人は、子祖から、神徳女王までを、上代、武ツ王から恵康史王までを、中代、仙徳王から、慶順王までを、下代と呼んでいたという。 現代の研究者による、解説書は概ね、白木による、統一以前と統一以後で記述を分ける。377年の前進への剣士がコ栗クリと共同で行われたことに見られるように、白木の登場は、コ栗クリと密接に関わっている。初期の白木はコ栗クリに対し、相当程度従属的な地位にあった。382年に白木は、再度単独で、 全身への剣士を行っているが、これもその地理的条件から見て、高ウの承認があって、初めて可能であったものと考えられる。同時に、白木は、建国初期から、和人の脅威にもさらされていた。三国式、白木本義は、建国初期から、たびたび和人の侵入があり、戦いを繰り返していたことを記録している。また、西隣のくだら、 それに同調するカヤ諸国とも対立しており、それらに対して、我が軍事支援を行っていたとも伝えられる。四世紀末から五世紀にかけてこうした状況は、三国式や日本初期のような歴史書、韓国で発見された中原航空碑などの発掘資料、そして何よりも公海道碑など多くの資料によってよく示されている。公海道碑は白木を、 コウクリの族民として描くとともに、この時期に朝鮮半島で行われた大きな戦いを記録している。それによればコウクリは、古よりクダラを族民としていたが391年に和国がクダラ、シラギを新民としたために出兵し、和軍を撃退した。その戦いの中、400年頃には、シラギの王都が和軍に占領されたために、 高栗が白木に出兵し、和軍を蹴散らし、ミマナからまで追ったという。この公開道を文の解釈をめぐっては、様々な議論があるが、三国式や日本初期に、これらと対応すると見られる記録として、白木が高栗と和の両方に応じたからかいと耳を、人質として送ったことが伝えられる。また、 中原高栗比は高栗が、白木寮内で妊婦を挑発していたことを記録している。同飛文は、高栗領王と白木ヌ認識の関係を兄弟に犠牲し、高栗領王を兄とした明確な上下関係を表現している。白木が国力を増し、高栗からの自立を図るようになるのは5世紀の半ば頃からである。450年、白木が、 コウクリの編章を殺害するという事件が起きた。これによって、コウクリが、白木政党を計画したが、白木が謝罪したため一旦問題は収まった。しかし45、454年にはコウクリが、白木領に侵入して、戦闘となり、翌年には、コウクリとクダラの戦いで、クダラ援軍を送るなど、白木は、次第に、コウクリに対する自立姿勢を明確にしていった。 5世紀末頃から白木は国力の増強に向けて改革を継続し大きな飛躍を遂げた。5世紀末、白木は慶州盆地の丘陵につき城と呼ばれる王城を築いた。この盆地には海部、砂海部、防領部、本枯れ部、周皮部、寒気部と称する6地域があり、それぞれ自律的な政治集団を形成しつつ、 対外的には、王教人として結束するという連合体を形成した。特に、海部、砂海部は突出して大きな力を持っていた。西暦500年に即位した、地匠魔律館は、それまで不定であった国語を正式に、白木とし、王号を、旧来の魔律館から王へと変更したとされる。この時代に王という称号が使用されたことは503年の日付を持つ。 迎え美礼水日で智匠が、活文王を称していることや、524年の日付を、持つ、宇つ地王取りつ日において、方向王が、ぬ、西気王と称していることから確認できる。白木氏を、上古、中古、死体西への三期に区分する、三国維持は、智匠王の時代を活期とみなし、上古と中古の境界とする。ただし、この時代の白木王権が、 政治的連合体としての性格を強く持っていたこともこれらの秘文から伺われる。迎え日、冷水日は有力者の資産問題に関する裁定を下したことを記録した秘文であるが、その中で裁定を下した集団のメンバーは、七王と呼ばれており、全員が王とされていた。地章王の後を継いだ、方向王は、さらなる改革を続け、百二十年に、律令を発布し、 独自の簡易性を整えた。さらに140年ぶりとなる中国への検士を行い、522年には大カヤと婚姻を結ぶなど、周辺地域への対外活動を活発化させ、532年にカヤ地方の金韓国を降伏させて平凡し、さらに536年には独自の年号である剣元を制定した。また、彼は527年仏教を導入し、 白木における仏教の短所を開いたという。法を起こすという彼の名はこの業績にちなんでおり、この王は廃仏派の軍神たちと対峙して処刑された、イシトン、伝説的な僧侶アドウと共に、白木仏教の三聖人に数えられている。こうして、白木の国家体制の整備と勢力拡大に大きな功績を残した法皇王であるが、先に述べた、 うつちんをお取りつぼひでは、犯罪者に情景を裁定する際の裁定者として、やはり、暴速さとしヌ、西シキと、重夫、サトシ、カツブが登場しており、複数の王が並存する体制が継続していたことが確認できる。こうした体制は、三国式などの記録にはなく、同時代資料によって確認できるものである。こうした国政の整備を経て、 六世紀中頃には、急激な領域拡大が可能となった。新皇王の時代、白木は、高栗と争い、551年に、昭白山脈を越えて、高栗の従軍を奪った。さらに、翌552年には、高栗とくだらの争いの中で漁夫の利を得る形で、官城を手中に収めて、新州を置き、朝鮮半島の西海岸に勢力を伸ばした。 漢城はもともとクダラの首都であったが、475年に、高句クによって奪われた都市であり、白木の行動は、クダラとの関係悪化を招いた。しかし553年、クダラの西欧が率いる軍勢を、白木軍が撃破し、西欧を戦死させたことで、半寸周辺の確保は確定した。562年には、 茅や地方の大茅やを滅ぼして占領し、落東高下流域の茅や諸国が、白木の支配下に入った。この時代、領土の拡大に伴い地方統治組織が整備される。一方で、王都では、仏教の流星とともに、人建築、仏教儀礼が盛んとなり、過労と呼ばれる貴人の指定をリーダーとする、青年組織が制度化されるなど、 白木国家の制度的な基礎が整っていった。この国力増強を背景として、564年に北西に調考し、その翌年、市実節党以降イラクロー軍港に作立された。ついで568年に南朝の陳にも調考した。こうした独力による南北両大朝との外交関係の構築は白木が、高栗やくダラと並んで、 東アジアの中で確固たる地位を確保したことを象徴するものであった。こうした、白木の拡張と中国王朝との関係構築は、その両者によって挟まれる高栗に脅威を与え、高栗が570年に初めて和国に使者を送って、外交関係の構築を模索するなど、国際関係の変化をもたらした。589年、隋が中国を統一し、 数世紀にわたる中国の南北朝時代が終わった。高栗徳リらそしてやや遅れて、白ラが隋に長考し、朝鮮三国を包含する隋を中心とした国際秩序が形成されたことで、朝鮮半島における安全保障上の環境が激変した。とりわけ、隋と国境を接する高栗はその軍事的圧力を強く受け、度重なる隋の侵攻を受けるようになる。 しかし、隋の高栗遠征は、失敗に終わり、これも一因となって王朝は、倒れ618年に新たに、唐が起こった。白木はすぐに、高栗九リ、らダラと同じように、唐から作法を受けた。各国は、互いの国を避難し合い、白木も、九ダラと高栗が連年攻め込んできていることを訴えて、唐の関心を得ようとした。唐は、 当初三国の和解を促しつつ、情勢の安定化を試みたが、やがて640年代に入ると随大に、失敗した高ークへの遠征を再び繰り返すようになった。こうした事態に対応して、各国で権力の集中と国家体制の整備が進むようになった。高ークでは642年に不違い素分が、クーデターを起こし実質的な支配者となり、党の進行に備えた。 一方、くダラでは、義次王が即位し、高栗の空出デターと同じ四十二年に、白木に侵攻した。白木は、大きな敗北を喫し,し、茅屋地方を中心に四十条余りを失い、さらに、広屋城の疾患の際には、城主が、最もろとも殺害された。この城主の妻は、白木の王族金春秋の娘であり、この事件は、 白木の正解に大きな衝撃を与えた。白木では一連の敗北を広谷城の役と呼び、城主一家の死にこだわり続けることになる。翌年には、高栗と九ダラが和睦を結び、さらに和国とも連携する動きも生じて白木は国際的に孤立することとなった。敗戦の後、白木では大いにあった、全徳女王、金春秋、そして、 旧金韓国の王族に連なる金友心が結束して新たな指導体制を敷き始めた。これらのことから642年は最終的に676年の白木による朝鮮半島統一に帰着する東アジアの大変動が始まる活気となったと評される。高栗クとくだらからの圧迫を受けて白木は643年に党に救援を求めたがこの時に 唐からの救援は得られず、逆に女王を退けて、唐の皇族を、白城に据えることを要求された。このことが契機となって、白城国内では親党派と半党派の対立を生じ、上代唐のグモリが、女王の範位を求めて、反乱を起こした。ほぼ同じ頃に、全徳女王が急死した。グモリの反乱は、結局半月程度で鎮圧され、その後金春獣は新たに、 新徳女王を建てて、党との関係構築を模索した。金春秋は、中国の律令制度を取り入れる改革をはじめ、650年には、それまで、白木独自で用いていた年号を廃止し、党の年号を用いるなどして、党との連携を強めていった。白木は655年にも、高栗とクダから攻撃を受け、党に救援と出兵を依頼した。 党は658年から句麗遠征を行ったが失敗した。このため党は方針を変更し、まず、九ダラを攻略することとし、660年にカイロから九ダラを攻撃した。白木もこれに交応して、九ダラに出兵し、九ダラの将軍次郎を撃破した。九ダラの首都市が党によって攻略された後、最後の拠点優心も陥落し、この年に九ダラは滅亡した。 くだらの維新は、復興を目指し和国や高ウクリの支援を頼みに、党、白木に対し反乱を起こしたが、六百六十三年に和国から派遣された援軍は、白月の絵の戦いで大敗し、くだら復興は失敗した。党はくだらを滅ぼした直後から高ウへの攻撃を再開したが失敗した。しかし、その後、高ウの不違い祖分が六百六十六年に死去すると、 その息子たちの間で不和が生じ、これに乗じた唐は667年に、さらなる高栗遠征を開始した。白木の文武王は唐に呼応して30人の将軍と、共に、高栗に攻め入った。668年に唐軍が、高栗の首都平壌を陥落させ、高栗は滅亡した。唐軍は20万とされる捕虜を連れ帰り、白木軍もまた7000人の捕虜を得て王都へと、 戻り先祖病にコウクリトクダラの滅亡を報告した。唐は一連の征服に伴い、旧クダラ領に、有心と徳府を、旧コウクリ領に、安藤と御府を設置して、厳州として組み込むとともに、白木の文部王を取り林大徳として、朝鮮半島全域を支配下に置くことを目論んだ。党の脅威に対抗すべく、白木は、コウクリ最後の王である。 宝蔵王の外孫とされる暗章を、高栗王に封じて庇護下に置き、高栗の使者を和国に調校させた。以後しばらくの間、白木の使者が帯同して、高栗氏が和国へ送られた。これは白木が高栗を保護下に置いていることを、外交的に示意する行為であり、宝徳王の作立とともに、白木王権の正当性を内外に示し、党が設置した。 安藤と護府に対抗する姿勢を明らかにする、ものであった。また、白木は、旧くだら領の一部を事実上平度にしていたが、党は、くだらこ地に置いた友人と特府の都督に、旧くだら王族の付与隆を据え、白木をと解明を行わせ、制圧した城や、移民の返還を要求した。白木は謝罪主を派遣し、朝鮮半島全体を厳しゅうとする党の論理を、 坂手にとって、くだらと白木は共に、党の厳しい衆であり、教会を分かつべきではないと主張して、自らの行動を正当化した。その後、670年にも、軍事行動を起こして、旧くだら領に侵攻し、672年に二度目の、謝罪士を派遣するなど、侵攻と謝罪を繰り返しつつ、勢力を腐食した。これに対し、党は674年に、 白木政党軍を起こし、翌675年に白木は三度目の謝罪使を派遣したが、東皇帝、高層の激林に触れ、文武王の官職剥奪の問題にまで進展した。白木は、謝罪外交と並行して、さらなる軍事的処置をとり、676年には、奇抜裏で東軍を破って事実上級、くだら量全域の支配を掌握することに成功した。 この事態に、党は同年中に、有心と督府を、両党の県安城に、安藤と督府も両党上に交代させた。党はなお、白木政党を計画したが、チベットのト番ンの勢力拡張によって、朝鮮半島に兵力を回す余裕がなくなり、678年に、白木政党を断念した。こうして白木は、朝鮮半島中部以南から、 党の勢力を排除し、またこれによって、存在意義を失った、安章の高栗亡命政権も684年に取り潰した。旧高栗領には新たに、旧高栗移民や末活などが中心となって、墨海が起こった。墨海は、党の隊長による東北アジアの権力の空白を埋める形で、現在の中国東北地方南部、朝鮮半島北部、 ロシア沿海州に相当する地域に勢力を広げた。8世紀には国水部に対する墨海の勢力拡張をめぐる紛争から唐と墨海の対立が深まり、732年に墨海が唐の当州を襲撃して武力衝突に発展した。唐は白木に墨海攻撃を要請し、白木はこれを受け入れた。白木による攻撃はほとんど戦果がなかったが、 唐と白木の関係は改善し、翌年に白木は、墨海攻撃の功績によって、高位難の地を作法された。一方の墨海は、8世紀後半の文王の頃には、かつての高麗の後継者であることを意識して、高麗国王を名乗るようになった。共に国力を増強していた白木と墨海の間では、緊張が高まり、このことが、両国の対等。 対日本関係にも影響を及ぼした。統一しらぎの成立とともに、官僚制度の改革が図られた。降伏した、くだら、高栗の王族、貴族を格下げした上で、官僚制度の中に組み入れ、律令制を取り入れながら政治形態を変化、させていった。管理の要請機関として、国学という教育機関が置かれた。また、州、軍、県を基本となす。 軍権制を基本とした、地方支配体制が整えられた。旧白木、美マナ、カラ漁に三州、旧くだら漁に三州、旧高栗クに三州の9つの州が置かれ、これらと服と語形によって、地域支配が行われた。党の律令制度を取り入れながらも、議会などの名称は、旧称のままで残されたりもしたが、八世紀半ばには、東風に改められている。 党の影響は非常に大きく、この頃、先祖伝来の姓や従来的な名もまた、すべて漢族内種中原風に改められている。745年頃から750年代後半にかけて、白木で飢饉や薬病が発生し、社会が疲弊していた。755年には、白木王のもとへ、上のため、自分の股の肉を切り取って、 父親に食べさせた男の話が伝わるほどだった。この時に、日本の九州北部をはじめ、日本へ亡命し、帰化した、白木の民が、多数いた。しかし、その移民の数が多いため、天平法治3年9月、天皇は、太宰府に、白木からの帰化人に対して、帰国したいものがあれば、食料等を与えた上で帰国させようとする御事のノを、出した。翌年には、 帰国を希望しなかった、白木人13人を武蔵国に送還した。また、飢饉や薬病によって、口述する白木の族が発生したともされる。日本との関係668年以降、日本は、県白木市を派遣。672年の人身の乱で勝利した、大甘王子は、親白木政策を取った。また、時代の児童天皇も、 暴風の天武天皇の外交方針を継ぎ、同じく親白木政策を取った。ただし、親白木といっても、対等の関係は認めず、白木が日本に従属し長考するという関係であり、白木は日本への長考関係を取った。自党天皇元年、日本の朝廷は帰化した、白木人14人を下屋国に、白木の僧侶及び、 百姓の男女22人を武蔵国に土地と食料を給付し生活ができるようにする。自童天皇3年にも投げかした白木人を下付野に移し、翌自童天皇4年にも帰化した白木人を武蔵国や下付野国に居住させる。霊気元年には、終わり国人のむしろだ君ん事金及び白木人74人が、 美濃国を本願地とし、むしろ田軍に移される、天平五年。しかし、白木がおごり、735年日本へ入京した、白木氏が、国号を王朝国と解消したと、事後通告したため、日本の朝廷は、無断で国号を解消した武霊を責め、死者を追い返した。両国関係は、朝鮮半島中南部を統一した白木が、日本と、 対等な関係を要求したために悪化した。なお、当時渤海が成立し、日本へ、県日本史を派遣していることも背景にあるとされる。翌736年には、県白木大使の安倍嗣熊路は白木で比例な扱いを、受け、朝廷は、伊勢神宮など諸者に、白木の無礼を報告し、長伏のための法廷をしており、以後しばらくは、白木氏を財布に止めて帰国させ、 入教を許さなかった。なお、安倍嗣丸は白木からの帰国途中に病死し、残された使い白木氏の帰国後、平城形では天然痘と見られる薬病が流行った。当時、この薬病が白木から持ち込まれたと信じられた。752年、白木王子金大連が700余命の白木氏が来日し、日本へ調考した。この施設団は、 奈良の大仏の塗り木に用に大量の金を貢いだと推定されている。しかし、三国式によると752年当時白木の慶徳王は王子がおらず、太子金冠雲は758年に生まれたため、金大連は白木の王子を詐称した商人と推定される。金大連は自ら天皇陛下の進化を辞任して、莫大なものを売却したのに、 貝白木物会にその目録が記されている。その翌年、日本の指針が白木を訪問したが、無礼な態度を理由に越見できず、追い出された。この事件に激怒した日本は、白木を聖罰する計画を構想することになる。翌753年には、長安の大民宮で開催された、唐の長賀で、検討し大友小馬郎が、 白木の使者と赤字を争い意を通すという事件が起こる。この際、塔は白木が日本の従属国である事実を受け、白木を会に置いた。この年、白木の慶徳王は、剣白木氏に越ししなかった。天平法寺2年、塔で安六山の乱が起きたとの方が日本にもたらされ、藤原麻丸は、太財府をはじめ諸国の防備を厳にすることを命じる。 天平法治3年、白木が日本の施設に武霊を働いたとして、中丸は白木征抜の準備を始めさせた。軍船394隻、兵士4700人を動員する本格的な遠征計画が立てられるが、この遠征は後の後見上皇と中丸との不安により実行されずに終わる。八世紀の終わりに白木の国内が混乱すると、再び、 日本に陰銀な態度を取るようになり、放棄10年、白木は日本への服属を象徴する蜜月を、携え死者を派遣した。この町は、日本が白木に要求し続けた、念願の島であった。また、白木の混乱により多数の難民が、日本列島へ亡命し、大量に帰化を申請する事態が発生するが、日本側は、万国の人民が、天皇の徳をしたって、 帰化を願い出たことを、歌詞、帰化を許可した。しかし、翌780年に、正規の剣白木詩は停止され、以後は、剣闘詩の安否を問い合わせる死者が数度送られたのみとなった。しかし民間レベルでの交流は続けられており、党、日本、白木商人により、日本の文物を、党、白木へ、党、白木の文物を日本へ、と運んで交易に励んだ。 有名な白木商人に、長方向がいる。780年に、ブレツ王の王党が耐えると、王位継承の争いが激しくなり、王位散脱や王都内での反乱が頻繁に発生する様になった。また、骨品性により、白木王族のみが、上位官僚を占めるようになり、官僚制度は行き詰まりを見せていた。災害や、飢饉、また相次ぐ反乱や内戦、また、 牧会との対立などもあり、白木は滅亡する。この780年代から白木滅亡までの期間を、下台と呼ぶ。恵康王の時代第36代の王、恵京王の在位中に、律令体制の推進派と旧来の貴族連合的体制への復帰派との間の対立は、顕在化し、反乱が多数発生する。 780年2月、遺産の金子帝が反乱を起こし宮中を包囲する。同年4月、上大党の金義美が遺産の金義信と共に挙兵し、金子帝を滅ぼす。この戦乱の中で、恵ぐ安志王も王妃ともに殺害された。戦徳王次の第37代の王戦徳王は、782年ウル、正月、党に対して、徴降を行った。 勢力を強めている牧界に備え、北方面の守備に努め、七百八十一年七月には、高位南の地に使者を送って安部し、また七百八十二年二月には、神山州の住民を、高鎮へ移住させている。在位六年目の七百八十五年正月になって、ようやく党の特捜から兼業を退位、鳥林修士士、霊海軍士、白木王に作法されたが、 病に倒れてそのまま、正月13日に死去した。元聖王第38代の大元聖王は、即位後直ちに自祖先への追風を行い、五病を再整備した。788年には、管理登用の制度として、過挙に類似する、読書三品を定めたように、儒教的、律令体制的な政策を打ち出した。また、たびたびの天才により民が飢えることがあったが、 立領体制のもとで功能された所属を振る舞って民の救済を行っている。めぐみやすしうの末年以来の政治的混乱の収集に努めたが、こうした天災が続いたこともあって、788年秋には国の西部で盗賊が現れ、791年には元の自中の提供が反乱を起こして中殺されるなど安定はしなかった。 党に対しては786年に使者を派遣して、功能し、特捜からは、白木の長年の中勤を意部する証書をいただいている。また、戦徳王に与えられた、官尺、兼業大尉、鳥林修士し、霊界軍師、白木王をそのまま引き継いだ。愛、相王の時代平時、第40代の王愛、相王の時代の801年10月には、丹羅国からの兆候を受けた。 丹羅国は、文武王を19年に、白木に隷属していたが、後に独立していた。802年には順応都市さだらの構想に命じて、茅山に、平日を創建させた。803年には、日本とも国交が再開されたが、両国の交渉について、三国式白木本議が、愛、相王相の四年七月、国交を開き通行した、五年五月。 日本から黄金三百両が新城された、七年三月、日本からの使者を朝、元殿で陰見した、九年二月、日本国の使者を厚くもてなしたという四例を伝えるのに対し、日本語記では、延暦二十三年九月期中上で、大友宿すくね新万里を白木に使わしたの一例を伝えるのみである。八百五年、唐で、順州が即位し、 戦王の小西王への哀悼の使者が送られ、愛相王も、新たに作法されて開賊義道参賀し、県業大尉、支持説大都督、鳥林修所軍事、鳥林修士氏、県事説、三つる海軍士、上柱国、白行へと官釈を勧められた。党には長江を呼び、殺命の社の恩師の派遣を行う。八百九年七月、摂政の金彦のが、 遺産の帝、と共に反乱を起こし、愛相,相王は、弟の体ラダ名自衛と共に殺害された。三国維持王歴によれば、現那4年7月19日に、王のおじも賢徳、皇徳の二人によって殺害された、としている。賢徳王の時代賢徳王は即位すると、直ちに、唐に死者を派遣して、先代の愛、相王の死を伝え、唐の賢僧からは、 海府義道三子、県行大尉、四次節大都督、鳥林州諸軍事、県次節、三鶴内海軍士、上柱国、白木王に作法された。党に対しては810年10月に王子金顕章を送って、金銀製の仏像などを献上したほか、定期的に徴工を行った。また、819年7月には、党の州で、立志道が反乱を起こすと、 兵馬を挑発する剣奏の招徴に応えて、将軍金おすもとら3万の援軍兵を派遣している。812年9月には、牧海へも、使者を派遣して、同行を伺っていたが、千王王一衆が即位するに及んで緊張を増し、後に826年7月には関、山衆以北の衆、軍から1万人を挑発して、 高創に三百里の頂上を築いて、渤海の南下を食い止める備えとした。基金と地方豪族の反乱一方を、国内ではたびたび災害が起こって民が飢える事態が発生した。そう免じたり国葬を開いたが、816年には石膏肖東部へ流入した民が170人にも上った。この時代には、地方のすぐりや王都から地方に飛び出した。 大継承に敗れた王族や官僚らが軍事力を背景に勢力を伸ばし、信仰の豪族として没興した。そして地方で頻繁に反乱を起こす。819年3月には各地の族とが一斉に放棄したが、諸州の都督や大衆に命じて鎮圧される。しかしこうした。 地方勢力を王権のもとに確実に掌握できていたわけではなく、首都慶州中心主義的な政治に対して、地方勢力は反感を持ちながらも、団結して対抗するための中心を求めていた。日本への続と進行と、公認白らの乱白らの国内情勢が悪化する。一方、一部の白ら人は、日本へ亡命したり、また俗化した。 白木人がたびたび日本を襲撃してもいる。公認2年12月6日、白木船3艘が津島島に現れ、1艘が下あが軍の指す裏に着岸した。船に10人ほど乗っており、他の2艘は闇夜に流れたが、翌12月7日未明、10日をと申し、相連なった2 4艘の船が姿を現し、続船であることが判明した。 そこで先に着眼した者のうち五人を殺害したが、残る五人は逃走し、うち四人は後日捕捉した。島の兵庫を守り、軍師に動員をかけ、白木を望み見ると、毎夜数箇所で火口が見えると、太宰府に報告された。太宰府は通訳と軍機を津島へ派遣し、急姉に準じて、妖怪の警備に尽くすべきことを、太宰府館内と長と岩見、 出雲島の国に通知した。公認4年2月29日、非前のと島、昇金島に、白木人110人が5層の船に乗り上陸し、島民104人を殺害した。島民は、白木人9人を撃ち殺し101人を捕虜にした。4月7日には、白木人、一世、新刊ともえらが、日本より白木へ帰国した、と太財布より報告された。 この言状に対して、白木人らを尋問し、帰国を願う者は許可し、帰化を願う者は、慣例により処置せよと指示した。事後の対策として、通訳を津島に置き、商人や漂流者、帰化、難民になりすまして、毎年のように来航する、白木人集団を尋問できるようにし、また、上和2年には先森を330人に増強した。上は5年には、 796年以来耐えていた、石海氏を復活させ、域に配備した。公認5年、かきたした、白木人からぬの恋登録人を、美濃国に配す。公認11年には、日本国内の東東美、駿河両国に位廃した、白木人在留民700人が反乱を起こしたが、そのほとんどが処刑され、鎮圧されている。天朝元年、白木人、新梁、近畿が、 吉城等党54人を、道の区国に安置し、法により福休、服を給し、乗り田を、区分殿に充てる。金和政、凡文の反乱822年3月、武鎮州、青井州、熊川州の都督職を歴任した、金和政が反乱を起こし、有心をととして、長安国と合すると、その支配領域は、武鎮州、青井州、熊川州、関山州、 砂抜州の五州及び国原、西原、金関の三小経営に及んだように、旧九だらの領域を中心として、国土の大半が、金和正を支持し、王権に対抗する姿勢を見せることとなった。金和正の反乱は一ヶ月ほどで鎮圧されたが、乱の鎮圧に活躍した、討伐軍は、貴族の支配と、過労集団であり、律令体制の下での平成は、 有名無実化していることが露見した。825年1月には、金和正のこの金本文が、高達山を根拠として、反乱を起こしたが、これは北海山州の都督によって鎮圧された。これらの反乱の平定の論功交渉においては、反乱をいち早く王都に知らせたものを重視する王都中心主義が強く見え、 また反乱に加担しなかった地方には7年間の租税を免除するなどしており、地方行政をおろそかにするだけではなく、王権の地方への関与を放棄して、地方の自治を購入するかのような政策に出したと見られている。826年10月に、建徳王は死去した。高徳王の時代第42代の王高徳王は、党の文章からは、開府義道三子、 県行大尉市自節大都督、鳥林州所軍事、県自設、三つる海軍士、白木に作法されて以降、党への徴工を続けて、文物の将来に努め、827年に党に入った、旧高栗系の僧の岡徳は経典を持ち帰った。また、828年に帰国した金大角が茶を持ち帰り、白木での喫茶が盛んになった。 827年に関、山州久子川県から、即富の術という信仰が流行り出す。政府は競争円筒へ流刑とした。832年の春夏の干ばつ7月の大雨で強作となり、飢えた民衆が盗賊となって放棄する。10月には各地に死者を派遣して、イブに勤めた。翌833年にも、強作で、民が、 飢餓に苦しみ流行り病で多くの死者を出すと、834年10月には王、自らが巡行して民に穀物を分け与え、民心の安定を図ろうとした。同834年には身分の上下に応じて、色吹く、遮気、器物、家屋などの区別を厳然とさせて違反者には刑罰を、用いるとする教唱を発布して、遮死を禁じるとともに、 王都の住民に対する身分序列を明確化させることとした。この教書の中で規定された身分序列は、新骨、六等品、五等品、四等品、平人のそれぞれ男女としており、七世紀中央に成立していた王族を中心とする身分序列である骨制度に対して頭品制度とされる。これら骨制度、 カシラ品制度を合わせて、シラギのコッピン制度という、検討支線保護に関する日ラ外交上は3年、日本が検討士を、久しぶりに派遣することが決定した際、検討支線が難破した場合の保護をシラギに要求した。すると、シラギ、ガワシは、死者機未踏とい詰め、小人の工作の罪を除し、大国の観光の利を申すとの帳を日本へ送った。小人とは、 四者鬼未踏、大国は、白木自身を指す。このような白木の台頭、または、尊大な態度に対して、それまで白木を、万国とみなしてきた日本は憤慨し、俗日本語機は、この事件を後世に伝えなかったら、後人は特質を判断できないとして、羊章超前文を掲載している。上は九年、日本は、外交方針を変換させ、打罪台に。 藤原守は、白木人の越境禁止を進言し、以後、帰化を申請する場合でも、漂着民に、食料衣服を与えて、追い返せとした。これは、上岸閣にも収められ、以後の対白木外交の基本方針になった。超歩行の乱調歩行のもとに集結した、金融庁らの一派は838年3月に、軍事活動を起こし、 有情派の金明が武州を下してさらに、南原省慶を陥落させた。12月になって、金明が武州徹夜県まで軍を進めたところで、白木大便愛王は、金と七家を派遣して迎撃したが、金明軍の前に壊滅した。839年1月19日、金明軍が、トールバツにまで及び、王は金軍を用いて、 防戦に努めたがかなわず、兵の半数以上が戦死した。この敗戦を聞いた王の側近は皆逃げ出してしまい、王も殺害された。幽長は王の儀礼をもって、貧愛王の束を埋葬し、また、これにのっとって即位式を取り行い、王位を継承し、人務王として即位した。しかし、神武王は病で同年、死す。その死分性王は、 政権交代に役のあった長歩行に任を与えるが、長歩行は不満を持ち、846年清みちで反乱を起こしたが、王軍は長歩行の暗殺に成功する。しかしながら、これらの動揺は地域社会にも波及し、旧世期末には農民の反乱や豪族の独立が頻発する。慶文王第48代の王慶文王は、 当へ862年7月に使者を派遣して、土産物を奉納した。864年4月に、日本からも国史を迎えたとされるが、日本側の使書には対応する記事はない。865年4月には、異州から海部義堂三史、兼業大位死事説、大都徳鳥林州所軍事、上柱国、白木王に作法された。 869年7月には、王子の金種らを塔に派遣し、馬2匹、砂金100両、銀200両ほか、様々な新査作具を行った。翌870年2月には砂の金元を塔に宿営させ、874年には、基礎からの千悟る死を受け、塔との交流は盛んになった。しかし、 866年10月には遺産の状況がその弟の宿教、末置きと共に反逆を図った。事前に発覚して、状況らは、大山軍に逃走したが、捕獲されて残刑に処され、一族が中滅された。867年5月には、大都近所で薬病が流行り、同年8月には、洪水が起こった。 地方各地でも穀物が実らず、王は各地へ暗部の使者を派遣して、遺門に努めた。868年1月には、遺産の金英英金元羅が反乱を起こして中殺された。870年には、王都が地震、洪水に見舞われ、その冬には再び薬病が流行った。873年にも、飢餓と薬病が起こり、王は民に穀物を与えて救済したが、 正常は安定しなかった。さらに八百七十四年五月にも遺産の金州が反乱を起こして宮中までいたり、王はこの衛兵を派遣して撃破し逃れた金州一味を捕らえて車先の刑にした。八百七十五年七月八日に刑文王は死去。日本への続投進行上岸八年には、非前金軍議体量産、春長、富士津軍領崩つてつ、 高木軍に大量大党首、彼絹軍十人、長岡富津らが、白木人と共謀し、津島を攻撃しようとした計画が発覚している。上岸十一年六月から、白木の海賊、艦二層に乗り、筑前国中軍の荒津に上陸し、武前の三木朝鮮を襲撃し、年貢の絹綿を略奪し逃げた。日本側は追跡したが、 見失ったと、日本三大実録に記録があり、また、隣国の閉隔隣国である白木の戦争のことが、背景にあるのではないかと占いが伝えたとある。なお、道上岸11年5月26日には、上岸地震や日後で地震が発生している。日本政府は、宴会処分の警備を固めたほか、内容の白木商人ウルーキオラら30人を逮捕し、 放逐することに決めた。その後、白木に捕獲されていた、津島の漁師、浦辺をつくそマロが、現地の被害状況を伝えたため、結局だ財府館内のすべての在留白木人をすべて、道の区国などに移しく分辨を与えて帰化させることに、定めた。この時白木は大船を建造しラッパを吹き鳴らして、軍事演習に励んでおり、といえば、 津島島を打ち取らんがためなりと答えたという。また、現地の文雄が、白木国の町を入手し、太宰章に、藤原元里万ともの内容を告発した。870年2月15日、朝廷は、石海氏や先森の戦士50人を津島に配備する。また、在地から挑発した兵が、役に立たないと見た政府は、不襲すなわち、 立領国家に服属した映像を配備した。これらの国防法令は、演技閣に収められ、以後の外交の洗礼となった。また、伊勢神宮、岩清水や幡宮、菓子、神宮領などに法兵及び国分を捧げ、我が、日本の朝は、いわゆる神明の国なり、神明の守り玉はば、何の部屋だが近く来たるべきやと訴えた。こうして、 白木を敵と認識する考えは、深刻思想の発展へとつながっていった。また、神宮皇后による三冠性抜説話もたびたび参照されるようになる。上岸十二年九月、白木人二十人のうち、清芝居、鳥政南巻、安長、全連の五人を武蔵国に、総皇家佐、シ伝僧、赤海、元正、巻祭の五人を、カズ国に、 純気よし、火災、関山、長縁、最長、真平、長気吉、し、大あり、倍賃、恋愛の十人を、道の区国に配する。また、上岸十四年から十九年にかけて編纂された、上岸儀式ついなぎでは、道の区国伊東後藤、五島列島伊勢、土佐国伊南、佐渡国伊北は、汚れた、駅木の住みかと、明記されている。こうして、 対白木関係が悪化すると、天皇の支配する領域の外は、汚れの場所とする、王道民思想も、深刻思想と共に形成された。のりやす王のりやす王の時代には、当百七十六年七月に朝講を行い、八百七十八年四月には、奇想から作法された。同年七月に使者を送ろうとしたが、酵素の乱の起こったことを聞き及んで使者の派遣は、 中止した。後に八に885年10月になって、構想の乱の平定されたことを祝賀する使者を党に送った。878年8月には日本からの使者を朝、元殿で引検したこと、882年4月には日本国王が黄金300両と名玉10個とを信条する使者を派遣してきたことを、三国式白木本義は伝えているが、 日本側の資料には対応する記事は見られない。869年に、白木の海賊船が博多を襲って以来、白木と日本との間には緊張関係が生じており、日本三大実録岩業四年上によれば、白木の族が侵入するという情報を得た、日本海沿岸の諸国は厳重な警戒態勢を取っていた。しかしその間にも、 孔子にわたる死者の往来はあったものと見られている。三国式白木本儀には、ノ安王の時代は順調であったと記しているが、879年6月に、和義の信弘が反乱を起こして中殺された。日本への俗と進行、不争略記には、官兵6年の9月に白木船45艘は、津島を襲ったが、日本は、打財布の奮戦で、これを迎撃して、 危機を出した。合戦後の捕虜となった、白木人のケンハルは尋問で、前年来の不作により、人民ウェクの状態が続き、白木では、王上不安だったと答えている。これを打開すべく王の命令により、2500人の、軍が、大将百層に分譲、庇保したと記されている。なお、三国式では10年に相当するが、10年の、 記述は三国式の段階では消失している。在位12年目の886年7月5日に、ノリアス王は死去。続く帝皇王の時代、887年1月には、近所が反乱を起こしている。マサキヨ女王白木家第唯一の女王マサキヨ女王は、三国式によれば、もともと各官の義広氏と通じていたが、即位すると常に受大させて用いていた。 間もなく義広氏が出資して、あとは少年美女婦2から3名を密かに引き入れて勧員し、彼らに養殖を授けて、国政を委ねた。このため後期は大いに叱観した。この女王の知性には、国内で反乱が続発し、五三国時代の幕開けとなる。知性11年の897年、女王は、盗賊放棄、これこの不くなりと宣言し、大使に上位してしまう。 この年12月女王は、近城の北宮で死去。日本への族と侵攻。正清の女王の時代にも、日本への白木族とが侵攻している。893年5月11日、白木の族が、肥後国秋田軍で民家を襲撃し放火した。また、肥全国松浦軍においても襲撃してきたが、逃げた。官平6年、当の将軍も交えた。 白木の船大将100に乗った2500人に上る、白木の族の大軍が津島に侵攻を始めた。9月5日の朝、津島守文屋全竜は、軍事卒を励まして、族と45艘を石弓を構えた、数百の軍勢で迎え撃ち、220人を射殺した。族は、計300名を撃ち取った。また、船11、立ち50、右千。 由美子各百十、縦三百十二にも上る莫大な兵器を奪い、続一人を生け取った。捕虜が言うには、白木は、不作で上に苦しみ、倉も尽きて、王城も、例外ではなく、王、王せて、国銀ぬを取らんがために方を飛ばして参り来たるという。その全容は、大将の船百艘、乗員二千五百、逃げ帰った将軍はなお三人いて、特に一人の、 当人が兄弟である、と証言した。翌年の官兵7年にも、白木の賊が息を襲撃し、感謝が焼かれた。このような賊の来襲は、白木滅亡後の高麗時代にも発生している。915年頃の白木の藩と有力な勢力となった、農民出身の県県が892年に、南西部に後、くだらを、 白木王族の旧英が901年に北部に後、高栗を建て、五三国時代に入る。白木の高安王は、これに対抗することができず、主職に溺れ、白木の領土は日増しに削られていき、白木は滅亡の、道をたどることになる。将来の建国後、高栗の武将であった王権は後、九だらとの戦争で何度も勝利し、立派な人格で、軍心たちの辛抱が扱かった。 しかし、旧栄には嫌われ、命を狙われそうなこともあった。旧栄は宮殿を再建したため、民衆の不満が高まった。また自分を、弥勒菩薩と呼ばせて、関心法で人の心を見ることができると言い,い、反対派を粛清した。王権は、旧栄の暴政に対して、政変を起こして、旧栄を追放し918年に、後来を起こした。 白木の慶明王は920年、王権と吉見を通じて後、くだらに対抗したが、924年に亡くなった。次の慶愛王は927年に宴会をしている最中、ごくだらの拳拳に奇襲を受け、殺された。その次の慶順王は拳拳により、大いにつけられた。後九くだらの政変と、白木滅亡以降、後来と後くだらの戦争が続いたが、 935年、極らの王のケンケンが四男に王位を継がせようと、すると、長男のケンシンケンが反乱を起こし、ケンシンケンはケンケンを寺院に監禁し、王位を奪った。ケンケンは935年6月、極らから逃げ出して、高来に亡命した。王ケはケンケンを国賓として迎えた。同三十五年十一月、白木の慶順王が君診を挙げて、 高麗に基準した。これにより白木は滅亡した。その後、高麗は、翌年の936年に後、九だらを滅亡させ、朝鮮半島は、高麗によって統一された。紀元前後の朝鮮半島は、元来、宿信、遊浪、要素、Y、Y 白島、各所民族の混在地域である。その後、旗の始皇帝の老役から逃亡してきた、新によって、 移民国家である新刊が建国される。隣国、和国の和人やくだら、高栗等の付与系民族も国内に抱えていた。和人が、白木で採掘を行っていたことも、記録として残されており、建国初期には、和人の国を等が活躍した。義式東遺伝には、東アジアからも、陳勝などの放棄、天下の半旗、縁、聖、蝶の民が、数万口で、 朝鮮に逃避した。とあり、朝鮮半島はトライ人の受け皿的役割を果たしていた。各種の記録から、言語、人種が異なる国人がトライし雑居していたが、判明している。随所東遺伝によると、白木は、その人には花夏、コウクリ、くだらの類が混じっているという。503年建設の最古の白木碑、迎え碑、霊水碑では、 和人系の在地権力が存在していたことが記されている。白木、くだら、みまな、からちぎにおいては、和人特有の前方公園墳等の居住跡が発見にされていることから、多くの和人が同地に居住していたとされる。歴代王については、朝鮮の君主一覧白木を参照。三王党の始祖のすべてに関わったここは、 白木の王党を理解する上での重要人物とされる。上代では、白木の王族は、生が一転していない。初代各巨星こそ間は僕、四代、脱会日資金は、昔、十三代未、数日資金は、金となっており、牧師、昔師、金師の三世の王系がそれぞれ子祖説は思っている。十三代金ア数は、金アの子孫とされているが、 後になってこの金八の子孫を称する一族が、金四王党となり、統一白木王朝における、唯一の王族となった。新先生史録では、初代王閣巨星は、神武天皇の兄、稲井の命の光栄であると記されており、古事記、日本書記などには、白木の王子、飴の日母子が、田島の国にやってきて、豊岡に住んだと伝えられている。飴の日母子が混流した、 若さの白木神社には、雨の日母子が、父の国を探し、日本に帰ってきたことが記されている。なお、四代、脱会日金の出身地は、オーバーナ国とされ、現在の丹波、田島とする説が有力である。三国式では、宝皇王の時代521年に、中国南朝の梁に使いを使わした白木王は、姓は募る、名は、旗と伝えられる。 五百六十四年に北西の行に使いを遣わした白木王は近信行であった。スモルという姓は母官とも書かれる馬官のことで白木は五百三十二年に金韓国の王であるクヒョの王を下し五百三十六年に初めて元号を建て立て元元元年とし四十五年には初めての国史を編纂、五百五十四年にはクダラの聖王を 関山の戦いで殺し、562年に、カヤ国を征服して、ミマナを完全に併合した。ただし、統一白木王朝末期には、52代、高安王に子がいなかったために、僕、慶明が衰退されて、王位を継承し、その後55代慶、愛王までの3代は、牧師王党となる。なお、白木最後の王慶順王の姓は、金氏であり、白木は、王位が、 禁止応答に戻ってから間もなく滅亡したことになる。白木の王を表す称号としては、三国式には、古祖官次々を、西金、マリツ官の固有語由来の表記が見られ、第22代の地マリツ官の代で王号を王に定め、送り名の制度が始まったとされる。また、中原コ栗ク文や、日本書記には、脱ギ式、 打つ沈雄取り壺被分にはぬ、西王迎え火、霊水被分には、くず、文を、太平五蘭で引用する、新書には、老館などの表記が見られる。建国神話に現れる神官の六村は、後の白木六部であり、王都近所に居住してそれぞれ自律的な、政治的集団として存在していたが、王都外部に対しては、王教人として結束して優位性を保ち続けた。 白木が周辺諸国を取り込んで領域を広げていく過程で、これら六部の優位性を維持するために、元来は六部の内部的な身分制度が拡大していき、骨品性が成立したものと考えられている。六部の名には、高ウの五部と類似したものが見られる。六部の勢力は均等でなく、強大なものもあれば弱小で他の部に付属する程度のものもあった。 また六部のうち三部はそれぞれ神話上の三つの王家と関係が深い。第三代の樹里西金九年に元の六村に対して部名を改めると共に生を可視したと伝えられているが、三国式と三国維持との間でも伝える内容が異なっており、生の表記については、後来の前半期に整備されて付加されたとする見方もある。三国式白木本儀によれば、 建国の当初の頃は、大助という官名が、最高位のものとして確認されるが、第三代樹二西金の9年に、下表の17階級の官位が制定されたとする。枠外の官位としては、第二十三代方向王の18年に最小に、相当するものとして、上大統が設けられた。また、三国統一に、功績のあった、金有心を偶するものとして、 第29代ブレツ王の7年には、威抜のさらに上に大墨官、大隅官さらにブレツ王の息子の、第30代文部王の8年には、王の大閣官というくらいが設けられた。白行が新たに即位すると、直ちに最高官位の上大統が任命され、その王台を通じて、権力の頂点に立つという例が多い。これは、貴族連合政治体制の現れであると見られている。 強力な王権が確立した三国統一の後にも、上代統が任命されるという慣習は続いているが、新徳女王の代になって651年には、国家機密を掌握する、事部が設けられ、その長官の中侍が上代統に代わって、政治体制のようとなった。経緯は、首都近所に居住する六部のための身分体系でもあり、 これに対して地方に移り住んだ者に対しては、外くらいというベッドの身分体系を合わせ持っていた。しかしくだら、高栗を滅ぼした後、両国の意味を取り込み、党に対抗していくため、経営、外くらいの日本盾ての身分制度を再編することに、努めた。673年にはくだらから帰属してきた者の、うち、 くだらの二等間の達死率の場合には、近所に移住したものに対しては権威十等の大生に当て、地方に泊まったものには、外くらい四等の期間を当てた。翌六百七十四年には、外くらいを廃止して、敬意に一本化した。さらに、党との戦闘を終えて六百八十四年に、法徳国を滅ぼして、半島内の混乱を収集した後、六百八十六年には、 高栗人に対しても、官位を授けた。この時には、高栗の三党官の主母に対して権威七党の、和義を当てた。このようにして、くだら、コウ両国の官位体系の序列を格下げした、形で、白木の身分体系に組み入れることによって、それまで三国独自に展開されていた、身分体系が、白木の政治秩序のもとに一本化され、 統一国家としての内実を整えることに成功したと考えられている。九州と五省系の一六世紀以来、白木は一定の領域に州を設けてその下に軍、村を置き、州には軍主を、村には道氏を派遣し、さらに在地の有力者をすぐりに任命して、地方を掌握しようとする、州軍制とも言うべき、独自の地方統治を行っていた。 三国統一を果たした七世紀後半からは村を、県に、改めて、州、軍、県とする支配方法に切り替わっていった。州には、都督、軍には、軍大守、県には、県令を、中央から派遣し、さらに州、軍に対しては外、司ただしという検察官を別途派遣する二重化を、図った。第三十一代の新聞王の687年には、 九州が完成し、周知が地方統治の拠点となるとともに、旧三国のそれぞれを三州とすることで、三国の統一を改めて印象づけることに成功したと見られている。白木は一貫して、首都を近上に保ち続けて、戦闘をしなかったが、領域の拡大に伴って王都が南東辺に偏りすぎていることが課題となっていた。 軍政的側面の強い州軍制の整備と、並行して、6世紀中頃より、かつての敵国の地に、小敬が福都として設けられた。小敬に対しては、中央から指針次大等が派遣されて、地方行政支援の役割を担うとともに、王都近所の貴族や住民が移住させられて、白木文化の各地への普及が図られた。 これら省経は685年に五省経として整い、九州の周知と合わせて地方統治の徹底がなされたとみられる。統一後に、首都、近所に設けられた京都駅を起点として五通と、称される五つの主要街道が整備された。五通は、北海通、潮池、通、東海通、海南通り、北、津海通の五つとされているが、 その具体的経路や最終目的地については、議論がある。4世紀後半から6世紀前半にかけての、慶州白木古墳からは、金管その他の金製品や、正方形のガラス器など得意な文物が出土する。こうした6世紀前半以前の白木出土のガラス器に、ローマ系統の技法のものが極端に多いことに注目して、ガラス工芸士の研究者のユミツネオは、白木は、 北方の遊牧民経由で、ローマ帝国の文化を受け入れていた古代国家であると、する説を唱えた。この頃の白木は、中国文化よりも、北方の遊牧騎馬民族の影響が強かったことを、示している。また、5世紀後半から6世紀半ばに、前方後円墳の築造が、盛んになり、マガタマ等の装飾品と共に、日本から、人、文化が流入した。 寮の時代の中国で書かれた、植工図には、各羅国、本当維新官の、小国なり。議事曰く白木、総事曰く各羅、その実る和也。ある族官ある族は、国を不能自通紙兵。普通二年、その王名募る旗、獅子図いくだらともよし婚がたもの。その国、ありしろ、こう曰く県年。その族とも、高来生類。無文字、国旗ため藩。 言語町、くだらしかもご通園かくら国は、元は、当院の新海の小国。義の時代では、白木と言い,い、竜僧の時代にはかくらというが、統一の国である。ある時漢に属し、ある時は和に属したため国王は死者を派遣できなかった。普通2年に、つもる新王がくだらに随伴して、初めて朝貢した。かくら国には、天然城という城があり、修俗は、 高来に伝来し、くだらいは384年に伝来している。なお、日本へは538年に伝来している。白木の僧侶には、元行、儀、章などがいる。年表、ありがとうございます。